どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、こちらの三井住友プラチナプリファードなんですけども、今までですね、この三井住友プラチナプリファードで SBI 証券のクレカ積み立てをするとですね、 2% 還元だったんですよね。でこれがですね、なんと 5% 還元になるっていうね、ニュースが入ってまいりましたので、こちらについてですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね発表されまして、めちゃくちゃびっくりしたんですけども、三井住友カードですね、 SBI 証券のクレカ積み立て利用されてる方ね、かなりいらっしゃると思うんですよね。まあこれはね、あの三井住友カードのプロパーのカードですけども、この三井住友カードっていうのは ANA のクレジットカードをね発行しているのも三井住友カードっていう風になりますんで、 ANA のねクレジットカードを持っている方は、このね三井住友カードのクレカ積み立てしてる方ね、結構いらっしゃると思うんですよね。もちろん貯まるポイントは、あの ANA マイルにね移行できる、あのポイントではポイント交換はできるんですけども、 ANA コースではないポイントでね貯まりますんで、 60% で交換できるねポイントで、まあ、付与されてしまうわけなんですけども、これがねなんと 5% 還元になるっていうのが発表されたんですよね。で私も先日までね、この前回この動画でね言ったと思うんですけど、この三井住友プラチナプリファードこの前まで持ってまして、先日解約したんですよね。まあ私は年会費はね、あの初年度無料で発行しましたんで、まあ2年目以降ね請求が来るということで解約させていただいたわけなんですけども、私の時はですね、私もこれでクレカ積み立てしてたんですけども、私は 2% 還元だったんですよね。ですので5万円毎月ね、マックス5万円なんですけども、まあ、5万円まで積み立てても1000ポイントしかね、まあ、獲得できてなかったわけなんですけども、なんとこれからはですね、月ね2500ポイントこのクレカ積み立てをマックス積み立てるだけですね、もらえるっていった形になるんですよね。いやめちゃくちゃすごいですよね。でこれをね考慮して年間利用してね、まあ、どのぐらいお得なのかっていうのをですね、まあ、マイラー目線でね今回、見ていきたいななんていうふうに思うんですけども、まずねこの三井住友プラチナプリファードのね基本スペックなんですけども、年会費はですね3万3000円かかるクレジットカードっていうふうになっておりまして、家族カードは無料、基本還元率は 1% のクレジットカードっていうふうになります。でこの三井住友プラチナプリファードっていうのはポイント特化型クレジットカードっていう風に言われておりまして、特約店っていうのはあるんですよね。ですので特約店で利用していただくと、通常 1% プラス、まあ、特約店ボーナスみたいな感じで、まあ、4% から 9%、まあ、合計 5% から 10% ぐらいまでね還元率が上げられるクレジットカードっていう風になるんですよね。この特約店っていうのはちょっと後でね説明しますけども、それ以外には海外利用で通常 1% プラス特別 2% で 3% 還元であったり、継続特典で前年100万円ごとに1万ポイントのねボーナスポイントがもらえます。こちら最大ね400万円までっていう風になりますんで、前年度ね400万円利用していただくと4万ポイントがねこれだけでもらえるっていった形になるんですよね。でプラチナプリファードということで、プラチナカードにね属しますので、カードラウンジが利用できます。でショッピング保険が年間500万円まで、旅行保険に関しては国内外最高5000万円までね保証されているわけなんですけども、国内外ともに利用付帯っていう風になりまして、こちらね選べる無料保険にも対応しておりまして、まあ結構前にね解説させていただきましたけども、まあこういったのにもね対応しております。でこちらね一応プラチナカードというところで、コンシェルジュがね利用することができまして、発行元は、三井住友カードっていった形になります。でまずね年会費についてなんですけども、年会費はね3万3000円かかるんですよね。割と高い年会費っていう風になりますよね。私もこの前の動画でね、まあ、そう言ってたと思うんですけども、年会費は高いです。ですので、まあ、このクレジットカードっていうのはこれからね紹介していきますけども、初年度はね非常にお得なカードなんですけども、2年目以降は利用する方によって分かれる、またねもらえるポイントの使い方によってね分かれていくっていった形になります。で先ほど言ったね特約店なんですけども、プラスね 4% から 9% ねつくっていう風になっておりまして、 9% ねプラスでつくのがこういった形、エクスペリアとかホテルズ .com、 ここら辺が 9%、 一休 .com が 6%、 ヤフートラベルが 2% で、コンビニに関してはですねほとんどがね 4% 還元で利用することができます。ファミリーマートはですね12月の15日で終了ということになりまして、まあ、それ以外のコンビニであればですね、デイリーヤマザキ以外であれば 4% ね利用することができます。
でそれ以外にはですね、カフェだったりスキア、ドトール、マック、スタバとかね、まあここら辺だと、スタバは 1% ですけども、スキアとかドトールとかマックとは 4%、 サイゼリア、活発寿司、ココス、はま寿司とかは 4% 還元でね利用することができるっていった形になります。こちらねナンバーレスの一般とか、ナンバーレスゴールドね、タッチ決済 5% 還元ってありますよね。まあこれに沿ったね特典っていう風になっておりまして、この三井住友プラチナプリファードはタッチ決済の 5% 還元とかはね対象外なんですけども、このカードはもう普通にそのまま使うだけでもタッチ決済とか関係なくね、普通に特約店としてプラスね同じようなパンセンテージになっておりますんで、まあ、特にねタッチ決済じゃなくても物理カードで払ったとしてもですね、同じようなね還元率が獲得することができるっていう風になります。まあどちらでもね利用することができるっていうのはね利用しやすくていいですよね。特にねコンビニとかねファミリーマートはちょっと対象外になりましたけども、まあ、セブンとかローソンとかね利用される方はですねかなりいいですね。またね年間100万円を使うと、1万ポイント、まあ 1% 還元、まあ200万円使うと2万ポイント、300万円使うと3万ポイントっていった形で、前年の利用額によってボーナスポイントがねもらえるっていう風になりますんで、こちらね継続特典っていう風になりますんで、初年度はねもらえない特典になりますんで、この点はねご注意ください。で一応ねプラチナカードということでコンシェルジュもね利用することができるっていった形になります。こんな感じのねプラチナプリファードなんですけども、今回ですね SBI 証券のクレカ積み立てですね 5% 還元になるっていう風になりますんで、マックスね5万円まで、積み立てていただければ毎月ねこれだけで2500ポイントはね獲得することができるっていった形になるんですよね。これめちゃくちゃすごいですよね。これで年間やるだけで年間3万ポイントをね獲得することができるっていう風になりますんで、すごいですよね。投資信託を買ってるだけですからね。はい、これがねすごいですよね。で年会費が3万3000円かかるっていう風になりますんで、まあ、3万3000円かかるけど3万ポイントがもらえるっていう感じで、まあ、これがねお得なのかっていうね話になっていくかと思うんですけども、このクレカ積み立てだけしか利用しない方であればですね、まあ、年間3万ポイントっていう風になりますんで、この3万ポイントはですね ANA マイルに1万8000マイルに交換することができるっていった形になります。この 60% の交換率で交換できるのは ANA カードを保有している方は 60% で、ね、交換することができるんですけども、もしね ANA カードを持ってないっていう方は 50% に下がってしまいますので、年間ね1万5000マイル獲得することができるっていった形になるんですよね。3万3000円のね年会費を支払って、まあ、1万5000から1万8000 ANA マイルがね獲得できる計算っていう風になりますんで、本当に何にもねクレカ積み立て以外何にも利用しないっていう方はですねちょっと厳しいですかね。まあ3万3000で1万8000マイル1万5000マイル、まあそんなに悪いマイル数ではないですけども、めちゃくちゃお得かっていうと、まあ、そこまでではないですかね。ですので年間ね100万円使える方であれば、まあ、プラス1万ポイントねボーナスポイントがもらえますので、こうなってくるとねかなりいいのかななんていうふうに思いますので、まあどちらかというとね年間100万円を、まあ、さらっとね達成できる方であればですね、このプラチナプリファードね持って、さらにねクレカ積み立てマックスね積み立てていただくとですねいいのかなと思います。まあそうでなくてもですね、一つねお得な利用方法はねありまして、この V ポイントっていうのはですねソラシドエアのマイルにも交換できますよね。でソラシドエアのマイルには1ポイント2マイルで交換することができるんですよね。ですので今回ねクレカ積み立てだけしかやらないと、まあ、3万ポイントしか年間もらえないわけなんですけども、この年間もらった3万ポイントも1ポイント2マイルで交換できますんで、6万マイルに交換することができるんですよね。ここまで来るとですね、まあ、かなりお得になるかななんていうふうに思いますので、まあ、ソラシドエアのねマイルに交換するのはねかなりいいのではないのかなと思います。ソラシドエアね羽田沖縄とかねレギュラーシーズンで片道8000マイル往復1万3000マイルでね往復することができますので、まあ、6万マイルあれば4往復はねできるっていう風になりますんで、まあ、ここまで来ればですねかなりねお得に利用することができるのではないのかなと思います。ですんで、まあ今回のプラチナプリファードね SBI 投信で 5% 還元になりますっていう話ですけども、本当に V ポイントの使い方次第ではねかなりお得になるのではないのかなと思います。
思います。でですね、ここからはプラチナプリファードをですね、今まで1回も発行されてない方向けになるんですけども、今ね新規入会キャンペーンがかなり強化されておりますので、今まで発行されてない方で1年間限定で持つっていうのはかなりねおすすめっていった形になります。まずね、新規入会特典ということで、入会後3ヶ月末までにですね40万円以上利用していただくと4万ポイントのボーナスがもらえるんですよね。ですので年会費ね3万3000円かかるんですけども、40万円利用していただければ、まあ4万ポイントねもらえるっていう風になりますんで、これだけでねほぼねチャラぐらいになりますし、またね今ポイントサイトハピタスでこちら2万5000円のね案件もあるんですよね。かなりすごいですよね。ですんで初めてねプラチナプリファード発行される方はですね、かなりねいいと思います。合計するとですね年間3万3000円の年会費がかかるんですけども、先ほどね公式サイト40万円利用でこちらプラスで4万ポイントっていう風になりますんで、合計40万円分の利用分を入れると4万4000ポイント、またねポイントサイトハピタスで2万5000ポイント、またね投信5万円ねマックス積み立てていただければ、まあ、年間3万ポイントっていう風になりますんで、こちらね年間で9万9000ポイント合計ね獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、初年度だけでもねこのキャンペーン乗っていただくのはねかなりいいのではないのかなと思います。三井住友カードの V ポイントは先ほども言いました通り、ANA カード持っている方は 60% で ANA 周りに交換することもできますし、またね1ポイント2周りでソラシド AI にも交換することができますし、ハピタスのポイントに関しては先日ねマリオットポイントにも交換することができるようになりましたので、まあ、ANA 周り JAL 周りも交換できますけども、マリオットポイントっていう手もねあるっていった形になるんですよね。またね公式サイトにはこういったキャンペーンもやってるんですよね。こちら1万6000円相当円プレゼントみたいなねこういったキャンペーンがあるんですけども、こちらですね三井住友カードをですね今まで発行歴がある方はねほとんど対象外になってしまうっていう風になりますんで、まあ私の動画のチャンネル見てる方ねほとんど対象外なのではないのかななんていう風に思いますので、まあほとんどね解説してないんですけども、一応ね今まで発行歴はね三井住友カード全然ないですよっていう方はこちらのキャンペーンもね乗れるっていう風になりますんで、こちらね先ほどと合わせるとね5万6000ポイントもね獲得することができるっていう風になりますんで、一応ね対象外が多いってことは覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですねこの三井住友プラチナプリファードがですねなんと投信 5% 還元ねなりましたということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今までですね三井住友プラチナプリファードね発行されたことない方はですね、まあ、1年間だけでもですね、まあ、利用していただくのはねかなりいいのではないのかなと思います。私はね初年度年会費無料で1年間ねこのクレカ積立でねあの5万円ねマックスやらせていただきましたので、やはりね毎月投信を買ってるだけで私の時は1000ポイントでしたけども、いやそれだけでもね1000ポイントがもらえるっていうのはねかなりありがたいですよね。はい、購入してるのはね投資信託なんで、まあ、そちらでもね今のところあの利益にもなっておりますんでめちゃめちゃ嬉しい限りなんですけども、まあ、これがねクレカで積み立ててしかもそれでポイントが取れるっていうのはねかなりいいですよね。まだね発行されたことない方はですねぜひね利用してみていただければなと思います。まあもらったポイントに関してはですね本当に V ポイントっていろんなことに利用できますので、月々のねあのクレカの支払いに充てることもできれば、V ポイントのねアプリの方に入れてあげればクレジットカード番号もねできて、まあ Amazon とかで買い物とかもできますし、 Apple Pay とかに入れていただければね ID とかタッチ決済ね利用できるところで支払うこともできますし、本当にねマイルにも交換できますし、利用先ね多分困ることはねないのかななんていうふうに思いますので、発行されてない方はですねぜひね検討していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。すいません最後に大事なことを言い忘れましたけども、 V ポイントをソラシドエアのねマイルに交換するにはこちらのねソラシドエアカードがね必要になりますんで、この点はねご注意ください。何も持ってないと、交換することはできません。ちょっと言い忘れて申し訳ないです。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。